平出英夫は大日本帝国海軍の軍人。最終階級は海軍少将。利根次郎の長男として青森県上北郡三沢村に生まれ、5歳の時に叔父の平出栄太郎、K の養子となる。祖父は旧都南藩士の利根久氏や、1902年養父の赴任先である舞鶴に移住し、後長崎に移り佐世保大村中学校を卒業する。1917年海軍兵学校45期、1924年海軍大学校専科、東京外国語大学を経て、1926年フランスに駐在。1929年練習艦隊副官、1936年中尉部官を経て、在職中の1938年大佐に進級。1940年帰国。帰国後大本営海軍部報道課長に就任。1941年には内閣情報局にあり、次局講演会、高度国防国家建設と音楽の効用において、述べた音楽は軍需品なりという言葉は名言として、当時の様々なメディアに取り上げられ、講演の速記録が出版されるなどした。1943年7月軍令部課長を経て、同年12月中尉部官に就任した。翌年5月在職中に少将に進級。同年11月軍令部出仕。1945年8月北海軍事監督部第3部長に就任。間もなく終戦を迎えた。同年9月、予備役に編入された。戦後は、郷里の三沢に戻った。後、公職追放となり、追放中の1948年死去。ありがとうございます。